トロンよ、なぜお前は身勝手なユーザーたちの味方をするのだ。僕はソラたちの力になりたい。そうすべきだって僕の中の何かが命じるんだ。それはどういうことだ。実は僕にもよくわからないんだ。友達は助け合うもんだ、それだけ。ほら来るぞ。おかげで助かったよ。 DTD に保管されているバックアッププログラムを使えば MCP に対抗できそうだ。早くシステムの支配を取り戻さないとね。それがきっとユーザーの望みだ。アンセムの望みか。なあトロン、俺たち本当はアンセムとは会っていないんだ。パスワードは偶然見つけたようなものだし、それに俺たちにとってアンセムは敵だった。いや、今でもかな。実は僕の敵もアンセムなんだ。どういうこと？エンコム社のオリジナルシステムを改造してこのシステムを作ったのはアンセム。僕を今のシステムに合わせて改造したのもアンセム。つまり僕のユーザーはアンセムだ。でも MCP を今みたいに改造したのもアンセムなんだ。同じ人の仕業とは思えない。隠して悪かった。いいけど、ますますどういうこと？僕には分かりそうにない。答えを見つけるのは君たちユーザーの力に任せるしかなさそうだな。全く論理的ではない道順で正解にたどり着く不思議な能力にね。さあ、MCP が騒ぎ出す前に外へ。データは外からコンピューターを操作して DTD にアクセスすれば手に入る。ターミナルとアクセスチャンネルは僕が確保しておく。パスワードを変えておいたから MCP はしばらく邪魔できないはずだ。アクセスチャンネル？聞かれると思ったよ。
アクセスチャンネルは僕たちをつないでくれる大切な絆さ。ソラ、新しいパスワードは僕の友達。トロン、またな。うん、他のユーザーたちによろしく。一件落着。見ろよ。頑張れよ、トロン。それでどうすればいいんだ？そうそう、 DTD にアクセス。王様は町の様子を見に行っている。すぐに戻るから心配するな。おい、パスワードを聞かれているぞ。パスワードはね、ソラ。グーフィー。実にシンプルだ。どう？よし、アクセス完了。俺は街の様子を見てくる。さっきの異変の影響が気になるからな。データは見ないの？俺たち苦労したんだぞ。すぐに戻る。ああ、ソラ、データを呼び出してコピーしておいてくれ。キーボードを操作するだけだ。簡単だろ。このまま引き下がれるかって。すごい、動いてる。何を調べますか？だってリクとカイリ、そんな、アンセムのコンピューターでもわからないのか。ノーバディのことを調べようと思って。なんだこれ。データが壊れています。それじゃあ13機関は。えい、データが壊れています。頭きた。そうよ。誰だこれ。コンピューターが使えるようになったんだね。王様。でもよかった、これでいろいろわかるんだね。データが壊れていますばっかりなんですよ。こんな知らないおじさんが出ちゃうし。アンセムじゃないか。やだな、王様。アンセムの名を忘れちゃったんですか。まさか、これが賢者アンセムだよ。王様、ちょっとこっち来て。ほら、これがアンセム。俺たちがとっても苦労して倒したアンセム。ああ、そうか、話の途中だったね。ああ。キングダムハーツを手に入れようとした男、そして君たちが倒したのは確かにこの男だった。正確に言うと
この男のハートレス。でも、アンセムじゃない。アンセムを名乗った誰か、だね。あんなに苦労して倒したのが偽物？偽物だけど、倒したことには変わりないよ。そう、しないよ。あれ？ということは、本物の賢者アンセムはどうしたんだろう？僕が探しているのが、その人なんだ。あの人なら、13機関の目的や、世界で起こっていることの意味を知っているはずなんだ。きっと僕たちの力になってくれると思う。一度かなり近くまで行けたんだけどね。まだ何かあるの？俺もう訳が分かんないよ。あのね、偽アンセムはハートレスになったんだよね。もしかしたらその時にノーバディも生まれたんじゃないかな。その通り。そしてそのノーバディが13機関のリーダーなんだ。僕はこの男に会ったことがある。13機関のリーダーを見たこともある。漂わせている気配が同じだったんだ。この男とはどこで会ったの？それが思い出せない。賢者アンセム、つまり本物のアンセムならこの男の正体も知っているはず。ぜひ会って話をしないと。お前が全ての始まり。お前のせいでリクとカイリは。そうだ王様、リクはどこにいるの？リクは、ごめん、何も知らないんだ。本当に知らないの？ごめん、ソラ。じゃあ、カイリは？13機関に誘拐されたみたいなんだ。なんてことだ。ソラ、ドナルド、グーフィー、僕は賢者アンセムに助けてもらおうと思っていた。でも、大切なことを忘れていたようだね。助けてもらうことじゃなくて、助けることを考えるべきだったんだ。僕たちは元気で、そして自由だ。困っている友達を助けるのは当たり前だよね。一緒にリクとカイリーを探そう。外だ。もちろん、ここにも大切な友達がいる。よし。